はい、どうも、マイクロモビリティ研究所の須藤です。ナナリです。はい、ということで今回は定格出力による違いを検証、 ES1 プロとミライティライトでペッて比較。特定小型原付の比較がついに今回初ですね、はい、ね、やってほしいというお声が結構あったと思ってるんでやっていこうと思います。はい、なんで今回は特定小型原付の比較をやっていくんですけども、はい、今回使用する車種はリッチビットの ES1 プロとコズレルのミライティライト、こちらの2車種で比較していきます。はい、スペックなんですけども、こちらのリッチビットの ES1 プロが定格出力が 250W、 バッテリー性能が 36V の 7Ah で、重量が 15kg となっております。コスウェルのミライティライトが定格出力が 500W、 バッテリー性能が 48V の 10Ah、 そして重量が 22kg となっております。定格出力なんですけども、はい、これは高いほどパワーが出るというところなんですけども、正確には安全な運転状況において安定して出力できるパワーということになりますので、こちらの ES1 プロの場合だと 250W あれば安定して走行ができるというところですね。あ、なるほどね。バッテリー性能がどういう影響を与えるかというところなんですけども、こちらは電圧ですね、値はボルト、はい、これも高ければ高いほどパワーが出るという認識で大丈夫ですね、はい、で今回比較するこの2車種なんですけども、こちらのコスウェルのミライティライトの方が、まあ、性能は高いんですよ。なので実際の加速や途半性能においてどういった違いが出るのかというのをですね、今回は検証していきたいと思います。はい、いきます。はい、はい、行きました。はい、はい、行きます。はい、はい、はい、体感はどうですか？いや、体感ね、やっぱりコズウェルちゃんの方が速かったような気がしますね。ES1 プロも加速いいなって思うんですけども、やっぱりミライティライトに比べれば加速ちょっと物足りないかなっていうぐらいの差は感じましたね。はい、では ES1 プロ、車道5度いきます。あ、今12キロ、13キロ、14キロ登ってますね。13キロ、14キロぐらいで登ってます。はい、ではミライティライトで4度の坂道登っていきます。これは余裕ですね。まあ、平面と変わらないぐらいの加速ですね。20キロ行きました。はい、それでは ES1 プロで 7.5 度やっていきます。今8キロぐらい、9キロぐらいで登ってますね。12、ちょっとスピード上がりました。12キロ、とりあえずまあまあ登りました。それではミライティライトで 7.5 度の車道登っていきたいと思います。ちょっと登り出しスピード落ちましたけども、まあ、スピードに乗ったら普通にどんどん登っていきますね。
まあ、18度17キロぐらいで走ってます。まあ、ES1 プロのとの違いはですね、平面だと加速あんま変わんないんですよ。ただ坂道になるとだいぶ変わってきますね。7度の坂道って結構急ですよ、上から見ると、まあ、こんな感じなんで結構急な坂道なんですけども、難なく登っていきました。全然一応16キロぐらい出てましたね。はい、ES1 プロの時はもうギリギリ、スピードは出てないですけどそれなりに安定して走れてたかなという感じですね。ミライティライトに関してはですね、まあ、少しスピード落ちるけどそんなに違和感なく走れるという感じですね。どんどん加速していきますので坂道でも、まあ、かなり馬力を感じられましたね。はい、では ES1 プロでシャドウ11度の坂道いきます。今7キロぐらいですね。7キロぐらいなんですけどなんとか上がってますね。6キロ、あーちょっとしんどそう。 5キロ、4キロ、5キロ、まあまあ登ってますね。8キロ、まあ別にそんなスピードは出てないですけど、まあちょっとこの辺だともうしんどいですかね。4キロ、ちょっともう足つかないと、足ついて蹴ったりしないともう無理ですね。はい、ではミライティライトでシャドウ11度の坂道行きます。お、こっから加速していくんですよね。今11キロで登ってます。あ、安定してますね。12キロ、こっから加速していくんですよね。14キロ、あ、すごいわ。やっぱりこの出だしですね、坂道止まった状態から走り出すのはきついんですけど、こっから加速していきますね。こっからどんどん加速していって、まあ、最終的にはもう14キロぐらいまで、でそこから安定してずっと走行できそうな感じだったんで、もう馬力すごいですね。これぐらいの坂道あるところってもう限られてると思うんで、まあ、本当に坂は気にしなくてもいいっていうぐらいの、はい、ド反能力でしたね。はい、ということで定格出力を徹底比較ということで、こちらの ES1 プロとコスウェルのミライティライト、乗っていただいたんですけど、須藤さんに、はい、私その平面では見てたんですけど坂道のところとか見てなかったんで教えてください。坂道はですね、はい、まあ、平面に比べてもっと差が出ましたね。おというのも、はい、このコズウェルミライティライト、はい、結構急な坂道、11度とか、はい、最終的には登ったんですけど、はい、これ出だしの方がきついんですよ。出だしきつくてそっから加速して登っていくっていうのが、なるほど、とんでもない馬力見せてくれましたね。やっぱ車体が重い分最初がちょっときつい、はい、最初きついんですけど、そっからスピードにぐんぐん登って、うん、おーおーおーみたいな、すげえな。でそっから安定走行ですから、上がり続ける、はい、登り続けるっていう坂道で安定して、はい、もう馬力発揮したんで、うん、まあ、ド反性能にかけては最強かなと、はい、はい、本当に思いましたね。なるほど。リッチビットの ES1 プロも、はい、私今まで原付タイプの EV、はい、まあ、いろいろ乗ってきて坂道とかも乗ってきたんですけども、はい、この特定原付のこの ES1 プロ全然登りますね。あ、そうなんですか。比べても、すごい、はい、やっぱり車体軽いっていうのもありますし、あ、はい、あのさっきの直線の比較でもあったように出だしの馬力っていうのが結構ありますから、結構坂道登りましたね。やっぱりこのミライティライトと比べるとやっぱり落ちますけど、うん、この6万9800円っていうこの価格ですね、うん、はい、大健闘ですよ。すごいですよ、定格出力も半分、250ワットで、ね、はい、それだけ抑えてて直線でもしっかりと加速できる、うんうん、で坂道も登ると、今売れてるんですよね、本当に。そうですね、まあ、それだけのことはあるなというふうに感じましたね、うんうんうん、この2台比較して。なるほど。ちなみにまとめると、まあ、どっちもすごいと、そういうことですか。はい、そうです、まとめるとどっちもすごいです。
コスメで未来ぐらいくらぐらいですか。20万弱ぐらいですね。で、価格の性能。そうです。価格の性能ですね。で、ES1 Pro は、まあ、7万弱で大検討です。はい、大検討です。本当に大検討です。まあ、ちなみにあのミライ T ライトは、はい、まあ、スタッフさんの人にも乗ってもらったんですけど、本当に絶賛しましたからね。はい、ということで、今回の動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画で。バイバーイ。さあ、今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。